スペシャルゲストは千原ジュニア、リポーターでチャレンジャー福永陣営は、やはりやる曲的に仕掛けるというけど、ちょっと左回りになってますよ。千山さん、これもオーソドックスファイター、あのサウスポートレートなんですけど、はい、まあ、あの右からストレートに打ち込んだらです、ね、はい、保険争いが見えてきます。左ショータンパイオシャの体格差ですから、福永のチャレンジですけど、左ストレート入りましたよ。69センチ、井岡チャってのは気にはしないと足ということで言いますと、陣営としては人と、そういった指示です。あ、そうですか。パンチをまとめるとやりません。これの外打ちという意味ではですね、はい、ガードの上でいいから上下を散らしすぎないように打っていこうという指示が出ています。そうです。そうですね。今度は上にボディ右上がった井岡、開くんですよね。はい、井岡の本当あの動きというのは本当すごいですよね。なるほど。左ストレート、おウルフ・アロン選手でも足の外打ちという話がありましたが、柔道とまたボクシング違う、はい、柔道も左組みの、やっぱり左組みが右に対してとかますね。なるほど、はい、福田が多めにいってますね、はい、左ショータッパーている、あ、無理、チャンピオン、うまい、物などを持ち上げるという部分では左緩急をつけるのですか。チャンピオンが出した、イオンの井岡、黄色いチャンピオン、右カウンのカウンター、井岡の方も後半どうなってくるかですね。右リビットのタイトル、町田村は3度目の世界戦の、そしてメキシコ製の8オン続いてパンチを振る、攻撃はしてるんですけど、なかなかまともに入ってないんで。なるほど、ですからなので、まあ、あの強弱をつける井岡、挑戦者止まりましたね。チャレンジャーの左アッパー、テクニカルノックアウト、右に沈めた井岡、伊藤さん、右アッパーや左アッパーやろという指示ですね。そうです、途中採点の公開はあの採点をしていただいています。あえて下がらず、下がらないですね。あれはよくよろしくないってよ。左当たった井岡、このジャブから右方向に井岡アンカーを押す、はい、後半に突入します。少し重心をワン、あのいいですよ、チャレンジャーもボディ攻撃増やした。一方チャレンジャーもチャンのロスも少ないんです。バランスが崩れるという福永の解説も、12ラウンド判定勝ちでした。足を止めて前に、内山さん、どういう狙いがありそう、距離とパンチを見、はい、5ラウンドぐらいかな、はい、行こうって素晴らしい出ていましたね。井岡の場合接近戦の位置はもう濃いという井岡、いないと言わんばかりのチャンピオン、逆に打ち消したを見せた、チャンピオン気持ちを見せるチャレンジャー、こういう接近戦、細かいジャブ、ウィテルマッチ 52.1 点、パンチ打った時って引きは絶対になるもんなんですけど、ほとんどならないですよね。両者ともフェイサイで世界ミニマなんですよね、やっぱりこれまでのキャリアの今の上手じゃないったりとか上手いんですよ。右これも当たっている、井岡足チャレンジャ ー左から右、鼻で出ました ね、 ですね。でこの少し出血があるだけ、左ロープに追い詰めます、飛び込んできました。来た感があるんじゃないか、ラウンドかっているはずなので、なるべく低くした方がフックでもらえるチャレンジャーです。もっと欲しいですね、チャレンジャーは。あ、そうですか。井岡は右ショーダーパーガードの上から打つ井岡、なったチャレンジャー手を変えるとこのリングに向かいました。一世一代のもう一戦に向けて負けられ口が開いてきたチャレンジャー、捌いていました。 WBO 世界黄色いトランクスチャンピオン、35歳の福永です。勝って少し呼び込むようなワンツーますからね、井岡右のがうまいですよね、当てるのが、はい、ちょっと一呼吸置いた、ちょっと分が歩いて分かってると思うんで、はい、もうあと残り3ラウンドですから出るしかないですからね。なるほど、鬼退治大晦日決戦 in 鬼ヶ島ボクシング中継終了後にお送りします。チャンピオン井岡の試合中、レンジャーの福永タイトル、東洋太平洋タイトル、あ、右ボディ井岡カウンター、ペイントから来て井岡呼び込む、こういう感じでヒットアンダーウェイトから逃れる井岡、拾って井岡
残り10秒切った第9ここまでの解説のお二人内藤さん内山さんの最後ここはあの先ほど、まあ、チャレンジャーでもいいチャレンジャーかなそのありませんが厳しいと見ているようですね決めてとにかく間撃これを意識しよう近い距離どちら冷静ですよね挑発乗らないですからねです左アップ左フラ今笑いました感がある笑ってるあれは苦笑いなんですよその後だ右当たったのは井岡です右もう一度井岡、ね、ショートアッパー奪うことができるか残り3ラウンドチャレンジャーの福永が出ますいいですよはい、はい、さっきのランドリー左下に拍手が送られましたのは分かってると思うんで、はい、そつもりでそうですか行かないとダメですよ内藤さんから一つポイントに挙げられたこの11ラウンド一手送り出されています内山さん布石として、はい、やっぱりボディフェイントかけといって上ですねですね、はい、ワンツー井岡ワンツーもう一度左フックまでつなげた井岡うまいですね今のあ細かいパンチ上手ですチャンピオンロープを背負った福永追いつけ来いという福永気持ちを見せたパイオカワンツーローダンパーパン外にノーガードイオカロープは背負っていますがイオカただ効いていない追い詰められていそう小さくチャンピオンとしてのプライドを見せつけるおおうまいですね出ていくチャレンジャーの福永ショートアッパーイオカ右当たっこれ終始見られますが、はい、井岡は追い詰められてです、ね、特にロープを背負えば後ろには下がるこの後の距離感気持ちもありますね出なければ内藤さん、はい、アンカハスとの統一戦というのも開けてきませんそうです、ね、福永ワンツー強いパンチ井岡残り1分30秒またロープを背負っていますがうま選んでいる井岡内側に踏み込んで前にもうポイントは多分取り切るけどそれでもしっかり放送席の目の前ハードパンチ井岡を捉えられるか福永あの差がやっぱここで出てますよです右当たった井岡ロープまで追い込む福永王座防衛これで IBF チャンピオンのアンカハスが2月に10度目の防衛となれば井岡対アンカハス